俺しっくりこわへん。学3年生の冬休みに初めて先輩に連れてってもらったクラブセイントアンズ、隅田の駅から最終電車で南へ「ガラガラの電車の中で先輩はずっと踊ってた」「クラブに着くとすぐ外国人の人がドレッドの髪を揺らしながら」かわからないカクテルを持ってきてくれて、イヤーマンって言ってた。全然知らない人たちと乾杯を繰り返しながら、 DJ のかけるボブマリー&ウェラーズに合わせて踊った。真っ暗なフロアの天井に回るミラーボール、初めて聞く音楽と初めて見るダンスが交互に飛び交ってる。みんな楽しそうに朝が来るまで踊った。クラブセイントアナンの日本は J リーグ元年で、緑の読売ヴェルディのユニフォームを着るのがやたらと流行ってて、先輩もそうだった。しばらくすると先輩は僕にチケット1枚くれて、笑いながらナンパした女の人とどこかへ消えてった。残された僕は一人、一人でも寂しく見えないように、周りの人のダンスを必死でコピーして踊ってた。ずっと隣で踊ってた金髪の女の人が何やら英語で僕に話しかけてきてくれて、嬉しくて僕は嬉しくて連発してた。レゲエ
で聴く音楽と初めて見るダンスが交互に飛び交ってる。
り酔っ払ったり笑ったりしながら夜は更けてゆくわ。Thank you。 フルコーラス全部やりました。何分ぐらいなんだろう、やっぱ11分ぐらいや、ね、いやーバテましたこれ難しいな、これようやってんな、みんなどうやってジャストになってるんやろうな。はい、月曜プリマやりましょうか、うん、もうあれですね、40この間40回目だったんですね。そうですね、やりすぎみたいなとこありますね。こんなもうやるってあれですよね、偉いですよね、ね、バイトぐらい偉いじゃないですか。はい、ってことで、はい、今日のプリマ1番、今日もちょっと雨でした、雨ですね。2番お題ください。3番スペースシャトル。4番終わりの歌。1番、まあ今日もちょっと雨、その僕は雨に捕まらなかったんですけど、アルバイトしてたんで雨降ってました。通り雨っぽかったですけどね。めちゃめちゃバーン降ってました。めっちゃ降ってましたね。いやけど最近もあれですよね、なんかその大体月曜雨ですね。月曜が雨ですね、基本的に。でそのなんか真夏日が80年代に比べて倍ぐらい多いらしいですよ、うん、ああいますか。暑いらしいです、はい、なんかこんなに暑かったっけって、うん、思うじゃないですか、はい、夏って、はい、けどまあ小学校の時とかめっちゃ暑かったですね。暑かったっすよ全然、ね、けど今の方が暑いんですね。いやけど日曜日ね、はい、南高で佐藤高政の DJ、はいはい、土曜ですよね。土曜か、佐藤高政の DJ ね、佐藤高政さんのパーティー出てきましたけど、野外フェスじゃないからね。フェスではない。フェス、野外パーティー。あ、野外パーティー。野外、はい、バスデーパーティーみたいな。野外バスデーパーティー。誰かバスデーパーティーかぶせてるんちゃうかなぐらいの、まあ、ほんわかした感じ。そうですね、フィット感っていうか、タイト感っていうか、めっちゃ広いとこに50人ぐらいしかいなかった。場所は広かったんですか？場所はめちゃめちゃ広いんですけど、誰が朝の10時からあの南港の、はい、なんていうか無法地帯みたいなところでその遊びに行くねみたいな感じだったんですけど、はい、その来てた人はもうすごいテンションで、はい、僕らも着いたら、はい、もうテンションがもう上がりまくって、もう、ね、そんな感じだった。ロケーションがいいから、もう 海風が、はい、はい、すごい海風に煽られて、はい、暑くて、でその DJ が爆音でかけてるから、はい、もうね、もうすぐ酔っ払って、はい、ちょっとね、50人ぐらいでいいなと思いました。そのよっしゃみたいな。そう、だから例えばあれがその高松があまりにも頑張りすぎて、はい、1000人ぐらいでパーティーしてたら、はい、いろんな問題あるじゃないですか。トイレとか、はいはい、警備とか、そういうの一切いるじゃないですけども、まあ大体大丈夫です。大体全部その50人ぐらいだったらだからね、楽しかったですね、はいはい、ただ楽しいと、はい、そのなんていうかあれですね、楽しいと、はい、これあの虚しい、もう似てるわけじゃないですか。それ曲あれですよね、反してますよね。
いや、そのまあ楽しいと虚しいはでもね、やっぱ似て同じようなことを、だって夏休み、先の話じゃないですけど、はい、小学校の時夏休み、はい、楽しいけど虚しかったじゃないですか。え？夏休み。いや全然楽しかったでしょ。え？あ、それがどんどん減っていくから。いや、そのまあ減っていくっていうか、その夏休みに、うん、そのどこも行くわけでもないわけじゃないですか。どっか行きました？いや、行きますよね。いや、なんかその学校40日間もの間休んで、うん、一体、あの何をしてん、な、何が何を、KN さん風に言ったら、うん、あの何だっけ、風に言われへんかった何を成し遂げた昨日今日何を成し遂げたみたいなあの何も夏休みただぼーっと休んだだけみたいな、はいはい、いやでも楽しいじゃないですか。でも 、はい、何もやることがない、はい、でもその楽しいと虚しいね、はい、だから昨日も一昨日か土曜日ちょっと楽しかったけど虚しかったなっていう、ちょっとね。ただ三藤さんが、はい、あ、サンドさんだ。サンドさん ね、サポートで来てくれたんですけど、はい、あまりにもトリッキーな動きにちょっと、あのえ、プレー自体が、いや、行い自体が、あ、行いが、その普段っていうか、その素行が、あー、やっぱあの、ね、オープンエアやったじゃないですか。オープンエア、やっぱりサンドさん危ないですね。危ないです。まず走り方が、はい、そのオリジナリティ溢れすぎて、誰もあの言われ習ってないでしょうね、走り方を。はいはい。なんかそのもう完全に抵抗でしょ、抵抗で、そのま、なんていうかね、足とかね、あの足とかだけ綺麗に上がるんですけど、あのもうこんな感じでまっすぐ走らないですよ、まず酔っ払ってじゃないですよ。でここにあのシャボン玉持ってるんですよ。でサンドさんが走るたびにシャボン玉がめっちゃ連なってサンドさんの後ろをで、あのきらびやかに光るっていう映画がめっちゃ乙女じゃん。いや、あの人ちょっとピーターパン症候群ですね、完全に。いや、トリッキーすぎて僕もそのあんまり一緒におらないようにしたんですけどまあでもね、まあそういう日曜とか、日曜何してました？日曜は僕は仕事、休み。いや、僕はちょっと行ってました。行ってました。そうそう、外行ってました。遊んでた、はい、日曜ですよね。日曜ね、はい、昨日ですよね。昨日、はい、でもみんな最近夏になったら何して遊んでんねやろな。あー、その音楽以外にフェスとかは分かるやん、はい、始まりますもんね。そうフェスとかは分かるけど、うん、そのフェスじゃない時何してんねやろな。その別に音楽じゃなくても、うん、まあでも昼からでしょうねこのシーズンは。海行く今年？海、そうですね、海とか。海って何する？いやでも海より山の方がいいですね。あ、山、はい、どこの 山ですか？いやーどこっすかね。生駒っていうか、あのバーベキューはしがしたんですね。あ、バーベキューね。そうね、ちょっとロッジがあるような。あ、ちょっと川多いけど。はいはいはい。何個っすねそれ。何個じゃないっすか滝畑ダム、滝畑ダムって何？え？滝畑ダム、黒部ダムしか知らんねんけど。富田林の方にある。あ、ほんまですか。川で、もうロッジみたいな。いや、そこいいっすよ。ほんまですか、うん、黒部ダムで思い出したけど、中学の時、修学旅行黒部ダムやってんけど、うん、長野県の一緒っすか。いや、あれ全然おもんないんじゃないですか。全然おもんないねんって。いや、絶対おもんない。今その、今でこそダムマニアみたいな人おるから、はい、いいんかもわからんけど、うん、もう中学の時のその、中学旅行ダムって、うん、しかもまあちょっと涼しいでしょうね、でも、うん、まあ長野県ね。電車で行く？いや、バス。いや、その福岡の中学校っていうね、僕のそのいつや中学校が、その何年か前の先輩まで、うん、京都、じゃあ沖縄とかやったんです、修学旅行。めっちゃいいじゃないですか。沖縄とか、その毎年場所が変わるみたいな、はいはい、
で、それがなんかあの福岡の中学校ウィキペディアにも載ってるんですけど、はい、問題が起こりすぎて、はい、あの最初黒部ダムになったっていう修学旅行先で問題起こすから、はい、黒部ダムになるっていう。きついです、ね、怖くないですか。なんか何が黒部ダムに刺したんですかね。だからもう最終黒部ダムじゃないですか、はい、もうそのチンピラは何もせえへんやろ。黒部ダム行ったらに悪いんですけど何もできへんやろみたいな。まあね、それはあるかもしれない。いや、ただその僕その中学の時の、あのラグビー部の合宿が黒部ダムの近くなんですよ、はい、だからその毎年夏行ってて、はい、なんでまた修学旅行で、はい、その黒部ダムやねんみたいなとこあったんですけど、はい、ただね、まあ、修学旅行って、はい、まあ、別にその場所じゃないじゃない、場所じゃないじゃないですか、はい、行ってその何かこう思いね、どこでもまあなんか、うん、なんかいい思い出あります、修学旅行。中学校とかですか。中学校にしましょう。中学校キスした。いや、ないっすね、それ。手つないだ、でも行きましたよね。トランプした。女子の部屋行った。いや、行きましたね。それはあかんやろ。何人かでそれはあかんやろ。それはあかんやろ。どうなんの。それ女子の部屋行って、はい、それは大体あれ、その向こうも、まあ、大体5人部屋とかじゃないですか。ちょっと広い感じじゃないですか、はいはいはい、なんかあのそう、みんなで寝る感じ。ちょっとグループに分かれて班ごとにみたいな。で、5人部屋の女の子の部屋に5人ぐらいで行くの、男子が3人で行ってそれ大丈夫で、回し誰がするのそういうのそしたら大体行くやつがいたんですよね、こう喋るやつ。だから喋る、回しおる1人で行って話して、うん、で、ちょっとだけいけるみたいな、入っていけるみたいな。あ、ちょっと、で、それ普段から仲いい女子なん、それは。そうまあ、一人は仲良くて、うんうん、あと、ほんま行きたいのはその周りなんですけど、周りの、まあ、ちょっとこう、窓口的な女の子がおって、うん、その子、かわいそうやな。まあ、窓口。そうなの。でも、窓口の人おるよな。で、窓口からオファーして、うん、ほんまはその周り狙いみたいな。あ、で、やっぱその窓口の人はやっぱその、うん、まあ、いい人なんやろな。もめ、まあなんかもう口も達者な感じなんやろな。男勝りな。ああ、世話焼きなんやな。今結婚してんのかな。どうなんですかね、その窓口の人は。結婚してんじゃないですか、それ。いや、結婚するやろな。もう幸せやろな、そういう人に限って幸せやで。で、行くじゃないですか。でもやっぱ女子5人とかやったら、うん、その全員が全員そうなんですかね。そのああ別いいとは思わないわけじゃないですか。ああ、こっち全員が全員男子にその肯定的かって言ったら違うもんな。で、大体あのその5人の中でグループができてるじゃないですか。大体、うん、3人とかじゃないですか、ね、分かれる。ああ、そうね。え、でもそのちょっと盛り上がんねやろ。ゴリ押し盛り上がらんねやろ。盛り上がらんの。まあちょっと行くけど、やっぱあの2の方が、うん、2なんなんあれなんなんみたいな、なんなんみたいな、ちょっと急に入ってコントってよみたいな、その、うん、汚いしみたいな、男子汚いし、え、なあかんやんみたいな。あ、もうそういうの違うし、前やんもうみたいな。あ、私らも怒られるの嫌やしみたいな。で、まあ、帰らなあかんっていうね。え、で帰んので、それで一回出なあかんっていう。で、その言ったら、その3人、じゃあちょっと、うん、あのちょっと外行こうやみたいな、あるじゃないですか、はいはい、ちょっと連れ出す系のね、それ行くじゃないですか、うん、で、その2人は言ったら、うん、もう寂しいわけじゃないですか、それ行くと、はいはいはい、だからその3人は、やっぱそこ気使うんですよね、それ。あ、なるほど。いいじゃん、あとか。ぷよぷよみたいなことやな。そうその3連鎖そうじゃないと消えない。うん、そうやじゃあ無理なわけじゃないですか。なるほど。いや、けどそれ出たら、出たら先生いるわけじゃないですか。ああ、先生おるな。ああ、でもお前ら何やってんやってなるわけじゃないですか。でもその先生も分かってほしいよな。その、うん、あるに決まってるやんみたいなことやん、うん、踏まえて教育やんな、そんなん。じゃん。いや、怒られてですけど、怒られて先生の
あの部屋の前で、ね、あのちょっとあのずっといとけみたいな。あ、いやけどそれぐらいじゃないとあかんよな。何もせえへん男子とか、うん、おもろいけどその男子同士、まあ、でも結構、まあ、男子同士結局めっちゃ面白いけど、うん、一回そういうチャレンジいるよね、その、うん、修学旅行。そうですよね。で高校とかの修学旅行とかがもうちょっともう厳しくなってたんですね、僕らの時代は。どこ行ったんですか高校。高校ね、あれどこ行ったんやろ高校。どこ行きましたっけ。高校の修学旅行とかもうちょっとみんな大人になってもな、そのそうなんです、修学旅行は修学旅行で、あの修学旅行を楽しみましょうみたいな感じじゃないの。そう、あれどこ行ったか全然忘れたんですけど。いやお前それ一回あれなんでな、いやその思い出はめっちゃあるんですけど。やないに聞けって思い出はあるんですけど。拓也に聞けとりあえず言っていいですか、うん、とりあえず、まあ、みんなもうタバコ吸ってる時代じゃないですか。ちょっとそれちょっと悪い感じね。でやっぱなんか1日目と2日目とか、うん、あの泊まるグループが違うんですよ。はいはいはい。悪いもん同士のとか、まあなんかそうランダムにされてる、うん、ね。え、私服で行くの高校の修学旅行って。いや、僕ら制服でした。制服。いやでもいいよね、盛り上がるよね。そうそう。で1、まあでも男子は男子で、うん、それも3人とか5人ぐらいで、うん、男子部屋、うん、3人かな5人か忘れたんですけど、したらもうみんなやっぱもう吸うじゃないですか、うん、あそれはあかんわ。タバコとか宿舎で吸うってことだろ。まあ部屋で、ね、あかん、それはあかんで。でやっぱあのみんなちょっと考えてトイレと の, あの換気のこう上のところからこうやるわけじゃないですか。まあちょっと知恵がね、うん、でまあそれでも我慢するやつもいるわけじゃないですか。じゃあ、まあその喫煙派と禁煙派と、はい、で、まあ吸わない派とね。うん、喫煙派、禁煙派と、はい、吸わない派。吸わない派、僕吸わなかったんで、だけ禁煙派じゃないでな、はい、そう吸わない派な、はい、で、まあみんな吸ってたんですよ、あぶっちゃけ。なんでタバコ吸うんだよな、あれ、高校生。なんかやっぱ、ちょっとみたいなもんでシャラっぽさ出しましたよ。ちょっと飯食ったら吸いたなるわ的な、あぐらいの、もうちょっとそのたしなみとして。そうそう。あれでもね、あのそれで言ったら僕のその中学校あったでしょ。中学校、僕ね高校は修学旅行行ってないんですけど、とりあえず中学校のあの僕の行ってた学校はそのまあ基本的に校則がまあまあないんですよ、はい、だからその修学旅行といえども、はい、あのなんていうかバスが止まるじゃないですか、そのグラウンドにバス入ってくるんですけど、はい、まあそのまず何組とかあの分かれて乗るとか、はい、ありますね。もういまいちゆるい感じ。あ、まあなんかふわっとしとこうみたいな。まあなんかそのつま後ろから詰めていってみたいな、はい、あでもそんな感じですね。そでそのまあ仲いい者同士でこうバス乗っていくんですけど、うん、その僕らもう今でいう、うん、あの僕らは、まあ、みたいなもんはバスの、うんまあ、一番後ろのこの、はい、でこういうこの字型みたいな、ね、ちょっとこういう、はい、なってるとこに、はいまあ、座って、はい、でまああのビール、タバコ、シンナー、まあ、全部あって、はい、まあそのそれをあるだけですよ、はい、一応そのあれ多分罠なんやろな、あれ罠なんちゃうかな、あれあのもう全部用意されてあって、でそれをまず掃除するっていうところから、あの真面目じゃないですか。いや僕ら真面目なんですけど、多分罠で置かれてるんですよ、そういう悪いことするやつ、エサを、え、そうそれをまずあの全部ゴミ袋に入れて、先生こんなんでもそれありますよね、罠その高校の時も
一旦泳がされるっていう。あ、そうです、泳がされますね、あれは。で、なんかその続きなんです。1日目ね、釣ってて、で、あれになったんですよ。火災報知、煙のパーって出て、ただ来るんですよね、その、あの従業員みたいな人が、はいはい、うわ、絶対お前やってもうてるやんみたいな、はい、だから、まあ来たら、まあバーなってるんで、いや、それちょっとみたいな、はい、やるわけじゃないですか、はい、だから先生来るじゃないですか。先生来ますよ、うん、どういうことやねんみたいな。そりゃそう、タバコ持ってんじゃんみたいな。でそれで持ってたんですけど、持ってないって言ったんですよ。それこうやってこうされる、うん、でタバコ、だからもうそれになった瞬間にもう捨ててたんですけど、ゴミ箱に、はいはい、でゴミ箱までは触らなかったんですけど、でも完全にもう匂いはあるわけですよね。さあ煙のね、もう吸ってないなみたいな、はい、みたいななって、一回その日、はい、泳がされたんですよ。ああ、まあまあええわみたいな。そうそう、ちょっともう頼むでみたいな。結局捕まったの次の日で、次の日その吸ってたやつの友達っていうか、まあ同じグループでやったやつが、はいはい、そんなんあったにもかかわらず、その次の日の晩も吸ってたの。あ、そいつじゃないやつがね。それはやっぱね、高校生やから。そうそう、でそいつがバレたんですよ。お前昨日お前その泳がしちゃったの覚え分かってたんやろみたいな。先生的にはその日は一旦目つむったのに、あーみたいな。そうか、やけどまあその気持ち汲み取られへんよな、若い時で。しかもそいつがタバコを出すじゃないですか、はい、吸ってたって。いやでもこれ何々くんからもらったもらったちくりやがって、芋づる式、芋づる式で。いや、けどまあ、それきつだって。だって僕の最終日、僕の部屋、僕ともう一人だけしかいなかったでしょ。あ、5人部屋やん。ドッキョボみたいなとこ入れられた、うん、もう先生と同じ。別部屋。別コース。別、あー。けどやっぱりそういうなんか事件がないと、やっぱ面白かったですね。ただでもその、僕らなんかもうあれですよ。その全部その罠という罠は全部クリアしていく旅なんで、修学旅行はそのまずあのバスの後ろにタバコとか全部置いてあると、まあ、それ捨てると。で自分らもう潔癖や、何ももう手ぶら、ほとんど手ぶらす。でこんなあの僕中学の修学旅行であのスーパーの袋にパンツと T シャツだけ入れて、で多分私服やったのかな、多分なんか、はい、で行って、まあ部屋決めるじゃないですか、はい、で一段落したら担任の先生がこうどうするみたいな、一本どうみたいな感じのトリックがあって、そこが完全なる罠、一回乗るわけですこっちも一回火つけてあのお互いあのこれって先生的にオフ、今オフの時間、うん、みたいな。どっちみたいな。今先生なんか一人の男なんかどっちみたいな。でその先生もいや今は俺教師じゃないからみたいなニュアンス出してくれたら、そのタバコ吸ってで、あのその後まあちょっとタバコ臭いわけじゃないですか。でも僕らはそういうの全部分かってるんで、あのすぐもうそこから水浴びしに行くんですよ。水浴びして、別に夏じゃないんですけど、うん、水浴びしてなんかびしょ濡れになってほんで黒部ダムにあの行くっていう旅ね。で黒部ダムであのそういうトリックに引っかかったやつらが黒部ダムの前で25人ぐらいあの学年の前でこう発表されるみたいな。でそういうのに引っかかるやつはなんかヤンキーなんですよ、はい、要するに。でも僕らはあのもともとそのトリックを明かす旅なんで、まあ、そういう手には乗らないですいつもっていうね。修学旅行それぐらいしかないですね。もう高校の時修学旅行行けなかったんで。いやけどね
雨なんにもかかわらず、もう今雨止んでるんかな、このパターン多いですね、はい、っていうわけでちょっとあの業界用語にもなりつつある、はい、あのこの人ちょっと呼びたいと思います、はい、西野さんでどうぞいや西野法人やりましたね、西野さんお疲れ様です。すごいなんか飲み物、なんか水とコーヒーで、いやこれね、まあそのやったじゃないですか西野さん、はい、この西野法人、はいはい、これ、はい、これね、まあこれ西野さんのまあ本名ですけど、はい、ここの脳野球の矢に変えるだけなんですけど、はい、これなんて呼ぶんでしたっけ、この本当は僕ら西野法人でやりましたけど、本名マサト、マサト、あ、マサト、うん、大丈夫大丈夫、あこれでマサト、マサト本名大丈夫ですか、大丈夫やで、いやそのメディア的にじゃなくて、そのエリア的に大丈夫、エリア的にそのあ業種的に大丈夫ですか、あーって、いや大丈夫やで、西野さんのでもそのどこまで言ってええねんみたいなとこありますけど、はい、もうそのあかんって思ったら、うん、ちょっと合図してね、あかんって何が、全然いいよ、全然いいですか、もうこれのあれでじゃあ そっちで、そのジェスチャーはダメです、それはあかん、これでそのジェスチャーはダメ、それなんかいやけどあの今回ね、まあ、西野さん結局あの当日、まあ、箱代と、はい、あと、まあ、いろんなその他まつわるもの、いやかなり僕もいっぱいあのちょっとごちそうになりました、多分ね僕の最初それあんま覚えてない、すごいやってたんじゃないと思います、西野さん結構ね酔っ払ってたと思います途中から、はい、ああ酔っ払ってたかな、けどあのこれって事務所の電話、一回事務所の電話取ろうや、今空気を待ってますよ、いやけど僕の推測で15-16万 一夜にしてあれですね、ないな今大丈夫なんですか、今財布大丈夫ですか、大丈夫、補充してきたよその補充もちょっとすごいですね、補充だ昨日、いやけどあれじゃないですか、西野さん別に普段働いてないわけじゃないですか、うん、まあ働いてないことにしといてもいいけど、うん、いや、まあ働いてるって認められる時間がだいたいその1日で3時間ぐらいじゃないですか、うん、働いてんの、働いてんの、いや俺けど働いてる時働いてんで、流してます、一応ね、一応ねだってアジアに流してます、そうやないやけど、まあ、だって今日4時ぐらいおったもんな今日4時ぐらいジムで、あの僕働いてて、はい、西野さん来て、はい、1時間ぐらいまず走るんですけど、その普通ね走ってたらしんどいじゃないですか、はい、1時間それをその普通に会話しながら1時間きっちり走りはるんです、この世間話しながら、世間話やな、まあ、世間話っていうかあれですけどね、今日何してますみたいな、そう最近キミオ君元気みたいな、最近キミオ君何してんのみたいなキミオ君最近ぬかつけてますとか言って、キミオ君ほんまに世間話じゃない、ほんまにタバコやめた、やめました、あ、やめた、いやけどね、そのまあ発見もやめてなかったですか、最近中ですか、もう全然、あ、もう飲んでんの、飲んでます、いやけどこのチャリティーね、まあチャリティーっていうのもあれなんで、あのただまあ寄付できて、で僕らも楽しくて、あのまあまたいずれまたやりましょう、にしょ、またっすか、今度別にもう今回ちょっと、まあ、20万近くのお金が 一夜にしてなくなりましたけど、大丈夫なんですか、奥さん的に、いや奥さん、いや奥さんでも来てくれてて、来てましたけど、あ来てて、はい、で、ね、奥さんうちの財布から金をパクったりするんだけど、はい、いやまあパクるというかね、うん、パッて見た瞬間、はい、最近ね、最近うわ全然ないやんみたいなだからその西野法人のそのボディブローがちょっと財布に聞いてるんですね、はい、けどまあまあでも補充できるぐらいのね、仕事してるから、仕事、ね、一応いろいろ流してるし一応仕事してるし大丈夫だね、流してる、大丈夫だ、いや西野さんの一応その建前にしてる、はい、僕の実家の近くに工場あるんですけど、はい、いつ行っても別に空いてないですから別に電気ついてないですからね、これがねえ、いや一応あれおるで、中いてるんですか、おる、俺もおれへんけど、
あれほんまに、うん、あの映画とかで、うん、ほんまにあのチンピラが溜まってて、うん、最後そこに正義の味方が一人で乗り込むとこの工場前やな、ね、ガラガラガラってあげておいほらーみたいな、ほんなんもうズワーっておってっていうようなそんなとこなんすかにおるんすよ、おるらしいです。僕でめっちゃ近いもんな、実家からね徒歩3分ぐらいですからね、うん、ほんま近いよな。いやでもそれもね、曰く付きの場所で、場所的に。ただ僕はその横にスポーツ林っていう、はい、あのスポーツショップある、スポーツショップで、あのもう大阪のアウトレットのよりよりこう、あの いいもんあるじゃないですか、アウトレットって、はいはいはい、それをたまにいいやつ入ってます、いいやつだけを集めてる、へお、なんか社長さんがちょっとそういう趣味で、いいバイヤー、めちゃめちゃいいバイヤーがいてるんですよ。でそこの横に、まあ、西野さんの その建前としてる工場があるんですけど、はいはい、でその横に、はい、あのなんかちっちゃい小屋みたいなのがあるんですよ、はい、プレハブみたいな、そうそうそう、プレハブというか、あのね、あの言ったらお城あるでしょ、お城、いわゆるヨーロッパのお城の、はい、あの上らへんから一人だけ入れてこう窓からブブブブって狙うあの小窓がついてる小屋あるじゃないですか、はいはい、あれがあるんですよ。それ何入ってるの？いやだからハリーポッター見たからそうそうハリーポッターとかにもあるだからね、そう、西野さんの建前としてる工場の前がちょい空き地みたいな、はいはい、でそのなぜかこの空き地が全部鉄板引いてあるんですよよう知ってんの。いやだってあれ僕保育所の頃からね、あそこ前通ってますから、下が鉄板なんですか？下全部鉄板なんですよ。だからそのなんか埋まってんじゃないですか、夏絶対暑いんですよ、うん、そのビーチサンダルとか脱いで熱いとかっていうとこ鉄板引いてあって、でその小部屋ね、でその一人入ってそのもうこうやって狙うとこがある、あるな、工場のを建前としてるんですよね。あるある、別にそれほんまにいつ通ってもね、別に電気がついてるわけでもなく、うん、音がしてるわけでもなく、何が行われてるんですかね、そこで。まあとりあえず あれあの死ぬのかな、最近通ったお前。通りました通りました。誰もおらん？誰もいてないです。あのなんか俺誰かおると思うんだけどな、修行的な感じですね。まああの中で何が行われてるかっていうのを一言で言うと、もうケイヌさんの部屋と一緒でネズミすらおらんぐらい何もないわけじゃないですか、ケイヌさんの部屋は、はい、そのあそこの工場もう一っ子一人いないです。だからあれ建前なんで、秀吉が昔あの一夜にあの城作ったやつあれじゃないですか、はいはい、相手の目をくらますために、はい、後ろ全部ハリボテやったみたいな、はい、城あるじゃないですか、っていう具合です。めっちゃなやのに鉄板引いてるんですよ。鉄板引いてるんです。めっちゃ怖いですよ。なんか下なんか鉄板引いてる。いやあれね、あの北斗の拳の世界ですね、もうあそこまで行ったら、はい、もうあそこだけ荒野ですよ。そのでもそのもうあの北斗の拳によくあるなんか鉄板の上に落とされるやつあるじゃないですか、あの庶民が悪党に捕まっての同じ鉄板引いてますからね。やばこれ夏ほんま危ないです。ただね、その地域柄やっぱそのそういう人がいないとまとまらないですよね、あのまとまり的にエリア的にやっぱりその、まあ、西野さんもその一回ね、区画整理というか、まあ、鶴見区と大東市と門真市を分け隔ててる古川っていうね、まあ、細い川にガソリン撒いて川燃やしましたけどね中学の時。科学実験、科学実験、まあその物理というか科学実験。いやけどまあその中学の時に、まあ、ちょっと多少はね多少違うんですけど、はい、あの毎朝行かないといけない警察署が一緒だったっていう、この
あーそっかレーベルメイトみたいな感じですね。レーベルじゃない挨拶しに行く人が一緒だったっていうね。ね、おかしいよな。俺全然関係ないのにな。行って。いやそれだから皮燃やしたからです。かな。か、あだ名がミニ体操やからかな。あれきつかったね。自転車。いや西野さんの家からは絶対遠いですよね。遠い。僕の家がもうすぐ近くの警察署なんで。ああ同じあれやったらあれですね。まあ管轄がね。ただその。あれそのほんまに朝行っておはようございますって言って今日何食べてんとか。えマジですか。そうそうだからマジそうなんです、ね、今日だから夏休みやったらそうそう今日何時勉強したとか書いて持って行ってハンコパーンってお燃えぞって言って それだけです。お前ちょっと痩せたんちゃうか。そうなんですよね。ちょっと飯食っていくかみたいな。そうそう警察食堂みたいなところで食べさせてくれるんですよ。おってくれるんですよ。って言うても、多分200円とか、あ、安いですね。300円ぐらいで、めちゃめちゃまずいですけど、その警察食堂、社食が、社食、これが、あれ、多分刑務所の、臭い飯って、これのことなんちゃうかっていうぐらいの、それ作って出してるんですかね。いや、その刑務所から来てんのかな、同じ。メニューが厨房が同じレシピが、はい、業者一緒だから、ね、業者一緒だからね、まあね、多分まあそういうまあたまにはねそのお前元気かみたいなとこから、うん、いや最近なこんな事件やってんけどなとかね言われる。お前知ってるか知ってるか知らんちゅうねん軽く聞かれる情報ね こっちから得ようとしてくるんですよ。そうそうお前誰誰知ってるかとかみたいなね。あったあった。写真一緒やな写真とか見せられてね。そうそうそうお前これ知ってるやろとか言ってほんまこんなんです。しかもその写真もねそのなんかね、分厚いアルバムみたいになってるんですよ。で、ペラペラめくっていく。そうそう、めくって、お前知ってるやつおったら指さして。指さして。っていう。まあまあ、量多いじゃないですか、これ。いや、それだけで、なんかまあ、10分か15分ぐらい、うだうだ言って、はい、あこの人、昔かっこよかったっすわ、とか、うん、この人伝説ですわ、とか。ちょっと聞かせてくれるみたいな。みたいな、その伝説ちょっと聞かせてよ、みたいな。だからその、ね、あのアルバムには乗らんようにせなあかん。一緒やな、ほんまな。そ何歳 ?3 歳差ぐらいですよね。そうそうそう。だから俺も中学校の時やから。大体同じ。一緒の時期か。そっか。怖いな。で同じ担当のおっちゃんですよね、多分。その、大体夜とか、うろうろしてるね、あのおっちゃんね。おっちゃんっていうか、刑事ですけどね。いやけど、まあ、そう考えたら、まあ、音楽イベントとかやってること自体ちょっと面白いですね。面白いよな、一緒になんかな、そうやな、言われて西野さんだって、まあ、普段ね、まあ、山にマウンテンバイク持って行って、うん、なんか、頭、酸素不足でちょっとおかしになって帰ってくるわけじゃないですか、普段、土日はそやな土日、頭ちょっと酸素不足になってちょっとぼやっとしながら月曜日にジム来るんですけど、うん、もう本当にもうね、あれですよ元気とかから早いですよ。1からですよ。もうこんだけ長いのに。あ、もう一回、一回フラットになって。一回フラットですよ。お前、何してたの？お前って何やねんみたいな。お前どうしたいねんとかから。サンデー紙で何してたの？サンデー紙でってどうなんみたいな。そこから今日。やけどね、僕もその、西野さん来たら一応、僕その、西野さんに着く担当なんで、はい、あもう専属じゃない専属的な感じで、はい、その間にそのでもその他の業務が舞い込んでくるわけですよ、はいはいはい、今日僕はその限りなく無視したいんです。その西野さんとその間は ね、はい、だけどその今日最終、はい、まあ、スタッフの子がねちょっと呼びに来て西野さんがお前早く行けやっててちょっと怒られてるって言ってお前早く行けみたいな、まあ、完全にサボってますから、はい、西野さんと。いやけど西の方人、まあ、来年またとかいうのはもう決めずにまた気が向いたらやりたいね。やりましょう。今度はそのあのね僕ちょっとチャリティーね、うん、っていうのも何なんですけどあれやっぱり誰もうまいことやれるようにやるためにはやっぱりそのスポンサーがいるわけじゃないですか。で今回こういうその
巨大なスポンサーがあったわけですけど、まあ次回からはそのスポンサーとかをやっぱ考えていかんとできへんっていうところで、そういうのもねちょっと1年ぐらいかけて、そういう人たちとも喋ってね、なんかそのちょっとまあイベントをやって、まあ、それにちょっとこう出したろかと、お前らおもろいことするんやったらちょっと出したろかっていう、まあ30代から40代ぐらいの人を探しましょうか。まあいっぱい知ってますけどね。俺もいいかな。いや、じゃあその窓口になってもらっていいですか。あ、僕がね。一応、一応いてると思うけどな。西田さんもそのこれしかいないですね、周りが。これしかいないですよ。これかこれしかいないです。いや、普通の人もいてるよ。普通の人も、普通の人もいてます。いてるよ。サラリーマンの人もいてるよ。いてますか。いてるよ。あれ、普通、それはあれでしょ。ちっちゃい時から友達でしょ。大人になってできたやつじゃないですか。そうやなぁ。普通だから、そうやな、幼なじみが、そうやな。幼なじみがね、幼なじみがサラリーマンになったっていうだけの話。そうやな、今だって深夜分なんて、なかなかないもんな。普段どこで何してるんですか、その、飲みに行こうとか、そのちょっと南行こうかみたいなノリ、ないですもんね、あんまり。ないな、あんま仕事関係であんま行けへんな、なんか。だってその一応仕事のあれでは一応なんかまあ接待されたりとかいうこともあるでしょ。ちょっとまあ接待ほどじゃないけど、まあちょっと親父ちょっと行こうやみたいな感じはあるけど、あんま面白くないやん言っても。なんかまあそうですね、その分かんないですけど、この格好で接待されてたらおかしいですよ。おかしないよ。これでなんか新地のクラブとかに接待されるチャリンコで行ってな、チャリンコでね、完全にそれなんかおかしいわけじゃないですか。おかしないよ全然。これでもまあこれもまあ建前ですからね、このファッションもね。これ普通や、まあ、グラミチとか履いてますけど。これ建前ですからね。普通やんか。めっちゃ普通やん。やけどまああれ、まあでもあれ成功しましたね、イベント的には。あ、風船までやってな。風船ね、あの西野さんのお子さんと、はいはい、お嬢ちゃん、あ、喜んでた、ね、どっち、お二人とも喜んでました。うん、いや、あの厳しいですね。いや子供に。あかんねん、ああいうのちゃんとせな、来てる以上は。いや、あの風船、くぐるやつね、うん、あれちゃんとせな、風船止めんかい言うてましたから、ね、そんなまだ5歳と7歳ぐらいですか。うん、ちゃんとやってたやろ、お姉ちゃんの方。いや、すぐできるようになりましたね、あれ、ゼロでピッピッって渡してたやろ。あんなの、あ、そうそう、楽しいねん、絶対自分、ね、普段ね、そんなやる。そうそう、風船バーってあんまないから、多分、楽しそうにしたと思うで、してくれました、うん、でも、まあね、なんか普段見えへんような人らがね、いっぱい入ってきて、うん、みんなで風船してる感じがね、うん、で、風船も天井にね、サンスの天井に全部つけて、よかったです。あれも楽しそうにしてた。そうじゃ、まあ、ちょっとまた、あれしましょうか、考えましょうか。ただその、例えばあの西野のお子さんがちょっと大きくなった時とかやりたいですよね。ああの15歳ぐらいの。俺多分それぐらいだったらもう通れへんのじゃん。え、おるかな、何すか、一緒に遊んでる。え、ちょっと待ってください、だから10年後でしょ。うん、全然遊んでるでしょ。その10年後とかおるかな。いや、いや月曜プリマやってますよ。 やってる10年後。10年後わかんないですけどね。いや、もっとデジタルになってるかもしれない。あ、ユーストリームではなくなってるけど、へ、やってる。いや、だって10年って何でも10年やらないとあれじゃないですかってよく言われるじゃないですか。俺10年やったら47やで。47。うん、もうあれっすね、おじきクラスですね。47。言い方だけ。西野さんとは言えないです。言い方だけ。いや、今日はでもね、はい、あの若い時っていろんな人にお世話になって
行くじゃない、行くじゃないですか、みんなね、はい、でそのやっぱり若い時にお世話になった人が一番やっぱりあれですね、あの絶大的なボスですよね、うん、あボスね、やっぱりつなげましたね、今ボス、ボスね、ボスどこもないけど、はい、あ、まあ お題くださいのところ、あボス、まあもう時間、2時間なんで、若い時にお世話になった人いてます、いや、いますよ、いますよ、いっぱい、やっぱ 今でもやっぱあれでしょ、そうですね、原点的なね、ね、やっぱり、まあ、西野さんにもそういう人がいて、はいはい、でそれが、はい、僕なんかはその例えば西野さんやったりして、はい、西野さんもそういう方が、ね、そうやって代々こう受け継がれていくんですよね、はい、そのでやっぱそのって考えたらその僕全然若い人お世話してないんで、はい、そこもちょっとした方がええんじゃん、いや、知ってんじゃん、知ってる、いや、してないですね、その西平プロデューサーになんせお金借りようとしてますからねえ、何個ちゃうの僕の3つ下です、ぐらいです、ね、あ、そうなんや、はい、金借りようとしてんの、いや、僕ね、今までこの音楽人生あるじゃないですかあ、まあ、10代から始まる、はいはいはい、ツンク事務所から始まる、はいはいはい、で考えたら、本当にいろんな人に、世話なってんの、世話って借りてます、ちょっとうちになんかお中元とか送ってよ、お中元お中元とか送ります、何でもいいです、もう中元のシーズンやん、何でもいいです、あのもう来月、そうですね、あれでしょ、うん、あの12個入りぐらいのあのジュースみたいな、なんか、ね、羊羹とかプリンとかのあれじゃな、うん、そっちじゃなくなんかとか、まあジュースとかね、カルビスとかや、あカルビスね、カルビスいいな、カルビス、カルビス送ってきて、カルビス送りますわ、送りますわ、カルビスは子供もね、全種類、全種類じゃなく、あの白のあの普通で、えストロングスタイルでいいですか、あの普通のやつやんの、カルビス今いろいろ出てるんですよ、今全種類ある、あのノーマル、ノーマルでいいですか、ノーマルで、ノーマルのカルビス送ってきて、カルビス送りますわ、送りつけますわ、カルビス持ってこんでもいいから10リットルぐらい、それだけちょっといいかな、いや、いいっすよ、子供喜ぶんじゃない、そうそうそう、いや、あれカルピスとフルーチェだけは本当にあれ嬉しいですよ ねフルーチェ、フルーチェフルーチェって何、えフルーチェ知らない、フルーチェってどんなの、牛乳と素を混ぜてで、ちょっとね、冷やして、ね、ちょっと冷やしてたら、あ知らないっすわ、え西野さんガチフルーチェ流行った時代の人ですよ、フルーチェ、フルーチェ世代ですよ、牛乳で混ぜるの、そう、なんか粉みたいな、小学校の時、友達のあだ名でフルーチェのやついませんでした、おへへへ、あだ名がフルーチェ、あだ名フルーチェのやついませんでした、なんでフルーチェばっかり食ってるからいや、なんかフル、僕やったら、うん、フルツカ君はフルーチェって呼んでましたもん、フルがつくだけで、フルがフル、あ、だから古川とかやったらフルーチェ、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 うわ、知らん、ぐらいフルーチェ流行ってましたよ、あ、知らないっす、いや、でもまあ、あの、ちょっといいとこみたいな感じですね、フルーチェっていう、え、そうなんや、家は、とかは、あ、ちょっと、まあ、それ、ね、西野さんのね、そのカルピス、カルピスすらなかったんですか、え、カルピスとかもかなりいいとこ系、カルピス飲んでる、だいたいいいんじゃない、僕全然カルピスとフルーチェありましたし、うち全然なかったわ、多分カルピスとか、カルピスフルーチェは、俺ほんまフルーチェは食べたことない、あれやんね、こんな皿で、あそう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 、宣伝みたいな、ピューってピューってなって、そうそうそう、フルーチェって、あないない、食ったことないわ俺、そう、うわ、かわいそう、なんでかわいそうかな、キロもない、え、フルーチェないの、ないめっちゃメジャー、今あんのフルーチェって、え、今多分ありますよ、まだフルーチェ、フルーチェでいいよ、送ってくるの、フルーチェ送りましょうかもうほんまあれですよ、あのカレーのレトルトみたいなやつに入ってるんですよ、なんでカルピスにして、で、こういうあのボンカレーみたいなパッケージで、ね、ピューってね、入れて、それに牛乳混ぜて、牛乳ちょっと凍らすの、いやいや、普通の冷蔵庫で30分ぐらい冷やしてたら、うん、なんかね、ババロアみたいになるんですよ、ちょっと固まる、あ、おいしいやん、固まるの、そのなんかね、牛乳となんかゼラチンみたいなのが混ざってで、固まんのや、ちょっとだけ固まるだけちょっとだけ、だから、分かれよ、ヨーグル、ヨーグルトっぽいぐらいに固まるの、ちょっとだけ、それ何味とかあんの、フルーチェ、あ、イチゴとか、イチゴとかオレンジとか、オレンジとか、だからその、こうやってスプーンでこうトゥルンってなんねん、いや、トゥルンってならないんですよ、ベチャーってなるんですよ、へ、ヨーグルト、ちょっとヨーグルトっぽい感じなの、だからその
あのもしこの辺にこぼしたらベラーってこう。カルピス、カルピスでいいよ。カルピス、まあどっちも一回フルーチェは食べてください。まあちょっと新しいフルーチェとか出てそうですよね。もうこんだけ経ってるんや。まあね、30年前からあるから。え、フルーチェ食べたことあるの？ありますありますよ、そんな。そんなありますよ。食ったことないやつ、ヒコフミみたいな言い方。え、もうでも、いやでも全国系ですよね、もう。いやあれ、でもその例えばその家の格差があるじゃないですか、うん、家ってじゃあ別にそのお金持ちの家の子もおれば、うん、そのね普通のとか、はい、まあちょっとこうなかなか厳しい戦いをしてるとかで言うと、あの厳しい戦いをしてる方の家によくあるお菓子ですよね、はい、フルーチェ。今まだありますよ、ちょっと調べたんですけど。180円なんです。え、それだから、フルーチェって俺はまあ、どっかコンビニかどっか行って、フルーチェ単体では売ってんの？コンビニでフルーチェ売ってないんちゃう？いや、売ってない。なんか小細工せな食われへんねん。あ、そうそうそう。なんか、小細工じゃない。めっちゃ味出てます。小細工じゃない。何ミックスピーチ。牛乳は。小細工やけど、牛乳。だから、ね、一手間かかんねん。一回ね、ボールに入れるんですよ。ボウルに牛乳とフルーチェを入れて、フルーチェって何？粉？いやいや、あのね、液ドロンとした、あ、なんていうんかな、あのカエルの卵みたいなやつ、うん、カエルの卵なんていう、うわあれ説明しにくいな。いやけどなんか作り方もあるもん。あ、そうなんや。なんか食べたことないで、俺そんな見たことない。うちの子供食べてのフルーチェとか。だってお父さんが知らんかったらね、子供も食べれ、うん、知らないですよ。それはやっぱ受け継がないといけない。フルーチェを。だからその別に高級なあれでもないもんね。全然違う。だから割と庶民の味方をね。フルーチェ。フルーチェ。デザートこれ。デザートデザート。いや完全なるデザート。そこそこやんな。ヨーグルトじゃあかんの。だ朝食べるとかじゃないの、カテゴリー的に。それはヨーグルトですよ。ああ、だ3時のおやつになってきた。ああ、そのフルーチェ、フルーチェ。ちょっと待って、送ってきてな。わかりました。ピックアップします。カルピス。まあというわけで西野さんね、ありがとうございました。西野法人の。ちょっと一回そのフルーチェまだ行っていいですか。ちょっとキミオくんちょっと来てください。イエーイ。キミオくんとジュンジもちょっと。ジュンジなんか今日あれ仕事？フラット番長さんいるかな。あ、なんか喋らなあかんことあんねや。いや、CDR を渡そうかな。あ、まあ、おらんからちょっと入りや、ちょっとどうぞどうぞ。もう帰りたい時に帰ってくれたらいいから。はい。いや、まずまあ、キミョウ君ね、ありがとうございます。ありがとうございます。で、ジュンジュン、はい、ジュンジュンは、まあ、エンジニアのね、ちょっとジュンジュンの顔抜いてもらっていいですか。男前無用。はい。ちょっとジュンジュン、一回その自分の宣伝して、一回僕の宣伝ですか。そう、なんか普段何してるの。普段 PA やってます。その、はい、フリーのオペってこと。え、 PA。 あ、実は今月から所属すんの。所属しました。どこに。ダブル&Sっていう舞台屋さん。ダブル&Sしてる西浦。いや、知らない。こないだでも聞きました。あ、就職的なもんや。就職一応所属して、そこからまあいろんな現場に派遣される。そうですね、けど現状そこから何も回ってなくて、全部自分で仕事取って。自分で仕事、なるほど。結局何も変わらないですけど。まあまあまあ、なんか事業部的な感じですよね。なんかそう。なるほど。音楽事業。まあでもその、まあ PA したり、レコーディングエンジニアしたりっていうことですよね、基本は。そうですね。まあまだまだ若手というか、これから中堅もまだまだ若手。今何歳だった？26です。あ、若っ。26って言ったらまあ若手の中でもこうええー、とこやな。26、想像できへんわもう。え、26ってどんなんなんやろ。いやもうひどかったな、しか覚えてないですけど。いや、キヨ君の26、うん、僕ら間接的に知ってるぐらい。そうぐらいですね。あったぐらいの時。なんかそう初めて会ったけど、そこからまた1年ぐらい喋ってないぐらいの、そのぐらいの25、6の時ですね。犬みたいな感じ。
犬って。やけど、ジュンジュンフルーチ食べたことある？あ、今同じこと聞こえた。でも今西野さんがちょっと作り方見てもうかなりびっくりしてます。ほんま？うん、フルーチ知ってる？知ってますよ。フルーチ食べとったよな、ちっちゃい時。食べてましたね。何味好き？なんかイチゴは覚えてるんですか？イチゴとオレンジな。めっちゃありますよ、でもそれ。マンゴーとか。いろいろあったのは覚えてるんですけど、いちごの味しか思い出せないですよね。なんかメジャー、いちごが一番メジャーな感じですね。西村智美が CM やってなかった、子供の時。その西田ひかるじゃないですか。あ、西田ひかるやわ。フルーチェは西田ひかる。その記憶のたどり方すごい。西しか合ってない。めっちゃはしゃいでた感じの今日ご機嫌ように 西村智美出るんだ。いや、でもあの西田ひかるって昔からあの全然あれですよね、何が何のジャンルやねんってずっと思ってるんですけど、バイリンガルですよ。あ、あれがバイリンガル。帰国子女。喋れるアイドルのもう初なんや。帰国子女。そこのそこがわからんがずっと違和感あったんや、西田ひかるに対して。何のポジションやねんってずっと思ってたんですけど、バイリンガルアイドル初の、まあ、抜きんで可愛かったんですけどね、うん、西田ひかる、西村智美とどちらか、西村智美もうちょい上なんですよ。西村智美のギャグが今日 やってあったんですけど、西村智美のギャグ、ご機嫌ご機嫌ようであんのこうやるいや、それ何のギャグですか。なんか謝るんですよね、軽くって今てみたいな。西村智美がそれいつのタイミングで使うギャあれの、そのなんかごめんなさい話みたいなのがサイコロであって、オープニングで、オープニングであのお客さんにバチバチバチされて、はい、どうもありがとうみたいな、このどうもありがとうと一緒やね。だからハイヒールハイヒールの終わり方みたいなやつ。いや、僕ら二人になるとガゼン伝わりづらい。これだけで1時間行ってまうから。やばかった。2人だけやったら。いや、じゅんじゅん、今日は何帰りじゃ。今日、ずっとミックスしてました、家で。かっこええな。ミックス、誰の？バグダットにしてました。あ、バグダットのミックスしてて、その、あれや。番長来てないな。行くかもって言ってました、昼間。あ、ま。やけどさ、ということで、お題行きましょうか。お題、もう12時なんで、お題をまだ1個も言ってないってことなんか、そうです、今オープニングやっと終わったんで、はい、お題ください。はい、もう今ここで出しましょうか。出してください。お題ください。今何人見てもらってます？今40ぐらいですね。40人の中からお題って出すのがね、うん、なかなか勇気もいるんで、うん、気軽に5分ぐらい待ちましょうか、はい、ネット上とはいえ、いや、なかなか勇気いりますよね。なんか、はい、僕すごいね、はい、この間ね、テレビね、はい、テレビも親切すぎると、うん、みたいな、やりましたね、あったじゃないですか。で、その最近は病院と役所が土日休んでるのがイラつくと、はいはい、あ、まあそれはほんまそうですね。で、あと総理大臣とかで言うと大体ね、例えば矢沢でも、はい、まあ桑田佳祐でも、うん、氷室でも、うん、布袋でも、うん、そもそもバンドからうん、ソロになるわけじゃないですか、はい、その一回だからその総理大臣もやっぱりね、そのトリオっていうね、スリーピースでやるとした方が僕はいいと思うんです、うん、だってもう今もうおかしいことだと思う、ね、今だって別にあんなあれでしょ、うん、だいたいもう誰がなってもええとか、うん、誰があかんとか、うん、そういう話じゃないですか、うん、で、その、まあ、そんな、まあ、あれ、この問題自体は一人でやるのって無理じゃないですか、うん、で、そのための内閣とかですけど、うん、
ぱその3人いりますよね、うん、だってミスマガジンみたいなことですよね。そう、要するにそうですよ、うん、どういうことミスグランプリ、準グランプリ、特別賞、あのなんていうの、ダイナミック賞とか。そうですね。だからその僕ら今日ワイドショー見てたんですけど、ちょっと見てまして、はい、トシちゃんの娘が準グランプリ、ね、準グランプリになって、なんかデビュー、なんかデビューしてるんでしたっけ。いや、それでこれから、ね、これから何の、ミスマガジンのあれですよね、なんか準グランプリ、ミスマガジン、はい、かわいいですよ。ミスマガジンってあのマガジンの、あの週刊マガジンの、あ、そう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 、ヤングマガジン、ヤングマガジンのやつ。ヤングマガジンとかってあれって男しか読まないですよね、確か。まあ、そうですね。女の人、まあ、ね、基本バレーボーイズから読みます、ね。そうですね。工業愛かバレーボーイズ。今もやってるんですか、ね。今もやってると思いますよ。じゃあトラコ。はい。だけどね、なんでトラコって言ったの。よりによってもっとあるでしょ。トラ赤城とトラコって知ってます？いや、知らない、知らない。まあこれやめときますわ。はい。ちょっとメイン、はい、メイン。ちょっとお題来てないですかね。まだ来てない。じゃあお題出してください。それの話します。じゃあさっきのボスの話。ボス？はい。あ、ボスね。はい。で、キミオ君とかボス言ってないでしょ。ああ、そうですね。僕はそうですね。中学の時の塾の先生とかですね。ボスが？そんなやつおる。自分のボスが塾の先生、どういうこと？恩師じゃないですか。あ、違うんですか。ああ、なるほど。キミオ君、そういうとこあるんですね。僕は恩師とか思えることあるんですね。どういうことですか。僕そんなにアウトロー。いやいや、もうアウトロー、僕全然アウトローじゃないですから。あの塾の先生、ちょっと尊敬してる感じですか。尊敬してますね。大好きでしたね、僕。個人的な塾でしたけど、その私塾、はい、そのアパートかどっかで、ね、マンションか、一応どっか借りて、店舗、自宅兼みたいなビルの方ですよ。今日塾の先生、僕もね、一人だけやっぱりお世話になったとこ、はい、その恩師やなって思う人いますね。中学中3から高3まで通ったんですけど、塾の先生のその普段の仕事が、塾はまあ趣味なんですよ。あ、で、普段の仕事が、あの、官能小説家なんですよ。あ、そう。ほんで、一回深呼吸して。一回ね、これ、あの、官能小説家で、その、すごいですね。家に、本棚に、まあ自分の、あの、今まで出した本もあって、はいはい、たまに官能小説何冊か出して、たまにめっちゃ真面目な本出してはるんですけど、あ、そのあ、まだゲストが、経済とは何かみたいな。で、ちょっとこれそうもうこのね、トリッキーすぎてトリッキーやった今ちょっと一回、すごい深呼吸一回飲み込みました、ね、一回飲み込んで、じゃ今の話続けましょう。で、それで、あの官能小説家であり、早稲田と東大卒の、はい、その先生は、そうですね、賢くないとあんま書けないですよね。書けないです、書けないです。踏まえて、はい、ゲイだ。もう、ちょっとね、1個ずつ整理したからね。これね、だからね、多すぎないですか。これね、勉強してるでしょ。で、大体ね、その、自分で勉強するんですよ。その先生のマンションに行って。思い出した。普通にこう自分で勉強してたら、もうこの池のメダカぐらいの身長の男、まあ男前なんですけど、もう完全七三分けの先生が後ろからカブって耳をね、噛んでくる。噛んでくるんですよ。甘噛みするんですよ。で、きついですね。かみちゃん、今日何してたんみたいな。え、そんな甘いんですか。そうそう、どこ大学行くのみたいな。で、その、いや、ちょっと、まあ、大学とかどうしようかな、みたいな、別に行かなくてもどうたらこうたらとか言ってたら、またカバッて噛まれて、あの、目指そ、俺と目指そ、とか言われるんです。そんな時、え、ちょっとやめてくださいってならないですか。
いや 僕も中3の時から行ってるんで、はい、あもうその慣れてるってこと、もう全然髪慣れてるってこと、帰りこの辺ベッタベタで帰ってますけど、ね、うわ嫌 やわ今日ね、その頭割と頭いい子らが来るんですよ、なんかやっぱその、はい、カリスマ塾講師なんで、はい、だからその女の子とかでも来るんですけど、はい、女の子とかでも先生この参考書これこの言い方これで合ってますかとか言ったら、はい、女の子にはうるさいとか言うんですよ自分で考えるのかみたいなで、神ちゃん神ちゃんは最近ちょっとお腹がぷくぷくしてる、ちょっとダイエットした方がいいんじゃない、その映画なのとか言ってで、その先生だけの部屋に連れて行かれるんですよ、はい、で、そこで1時間ぐらい黒沢映画見るんですよ、2人で黒沢映画見て帰るとか一人の侍一人の侍とか見て今日終わりとか、あと最後あの神ちゃんあのそんな言い方なんです、こんなんですよ、その今日ちょっとお刺身あるから、うん、ちょっとあの晩酌したいから、うん、神ちゃん残ってみたいな感じで、怖、うん、僕はその先生に、はい、なんていうんですか、晩酌して、はい、して僕はまあなんかジュースとかいろいろ出してもらって、はいはい、でその先生のあの若い時の恋の話を聞くっていう、はい、であの失恋して、はい、まあそれも相手男ですよ、はい、男子あの高校生の時失恋して、はい、あのタバコの葉っぱを何百グラム体で食べて自殺未遂して失恋してで自殺未遂してあのまあ学研都市線っていうね、はい、あのまあ学研まああの四条灘駅と野崎駅、ね、の間の線路で、はい、あのうつ伏せで、はい、発見されたっていうあの一個言ってるボス関係ないですよ全然どっちかって言ったらもう、まあまあまあスペースシャトルみたいな、そうですね、エンデバーぐらいのいやけどやっぱその先生にはいろいろお世話になりました、はい、その観音小説の書き方とかももう僕全部インプットされてます。その観音小説はでも男女のあれなんですか、それはもうやっぱね商売や仕事でやっぱ仕事なんで男と女の売れるんですね、でもいや今もやられてるんですか、今ね、はい、ちょっと行方不明です、今あれ失恋したんちゃうかな多分すごいあの深い傷だと、やっぱり今多分ね60歳ぐらいになってはると思うんですけど、はい、ちょっと失恋したんちゃうかという噂でけどね、あのその先生がね、ほん、ま、手塩にかけて育てた僕と同じ年の、はい、あの子がいてるんですけど、そいつはもうその先生はその僕よりも好きで、そいつのことが、はあ、で僕にはそのいろんなことを教えてくれるんですけど、そいつにはもう究極の受験のやり方しか教えないんですよ。あで、あけどその恋の話はするんですね、うん、そのそいつに、はい、そいつにも、はい、でなんかそいつが高3の夏に、はい、あの模擬試験みたいな感じで、はい、その B 判東大 B 判定みたいな、はい、多分みたいな、あでもすごいじゃないですか、もうこれ絶対東大行くやろみたいな、はいはい、まあいい高校行ってたんで、はいはい、けどあの駆け落ちしたんですよ、あもう受験をほっぽり出して、夏その模擬試験直後に、はい、その別女の子ですどうする、模擬試験その予備校みたいなとこから来てる女の子と知り合って、でなんかその何なんでしょうね、18で駆け落ちするっていう、ああ衝動的に衝動になって、はい、2年ぐらい行方不明でした、そいつも、で先生すごいショックで、ああ自分が手塩にかけた子が、はい、あの一回塾辞めるって言い出したんです、ああその先生自体が、先生自体が塾辞める、でそのもうみんな来てほしくないって言い出してでその2ヶ月ぐらい塾で休塾になったんですけど、うん、その間ね、うん、あの僕がその先生をちょっと元気づけようと思って、うん、あ行ってたんですか、通ってたの、あの行っ
ったっていうかね、1回だけその中学の時に行ってて、もうやめてしまったコーラを集めて、ちょっと今先生元気ないからみたいな感じで行こうって言って、そのみんなで連絡取り合ってね、塾に何時集合みたいな感じになったんですけど、その中学でやめた子らが、まあその暴走族になってまして、大体がそのバイクで来るんですよ、塾に、塾の前に、そのこんなんで、だから迷惑じゃないですか、もう、まあ、音もね、音も甚だしくて、でそのなんかその何台かが来たら、なんか違うグループが反応してしまって、その反応してしまって、化学反応でその市場なんていうの方から、何事やと、十何台ぐらいのそのチームが来て、でその塾の前で、塾の前でなんやねんと、どこのもんやねんみたいな、いやその僕が説明してね、いやその分かるけど、今からそういうコンセプトじゃない、そうそう、その塾の先生の、あのお見舞い行くから、ちょっと悪かったと、確かにここお前らのエリアかも分からんけど、ちょっと悪かったみたいなって感じで、あの何とかなったんですけど、僕その後一人で、その時自転車やって、帰りに待ち伏せされてた20代ぐらい、まあ、15代ぐらい、ちょっと盛りました、まあ、10代かな、ぐらい持ってるじゃないですか、待ち伏せされてて、その時のこの自転車とバイクの、この機動力の違いあるじゃないですか、この僕は路地という路地を駆使して、あの20代をだんだん巻いていって、だんだんね向こうも、まあはい、まあ、入ってこれないですよ、でっかいバイク入ってこれないです、で原付とかで来てるやつだけこうついてきてて、でその最終あの僕らのエリアね、僕らの管轄してるエリアの、僕らがいつも誰いつ行っても誰かがおる場所ってあるじゃないですか、あの原点みたいな、そこに行ったら誰何とかなるやろみたいな感じで路地駆使して、だんだんこう2、3台しかついてこなくなって、でその僕の原点の、まあなんていうんですかね、あの原点コーランみたいなことですか、まあそういう場所に行って、3人ついてきてたんですけど、まあ、そういう時に限って誰もやっぱ集まってないですよね、その人がピンチな時に限って、でそこから僕ももう仕方がないんで、最終、まあ、結果だけ言いますけど、3対1、まあ、4人ね、4人全員、最後川に落ちるっていう、すごいことになったんですよ、最終みんな川で川で終わるっていうね、喧嘩がちょっと落ちたんですね、その堤防からね、はい、というわけで、恩師、恩師ありがとうございますということで、僕らのスペースシャトル呼びたいと思います、いや、ちゃんと先ほどすごいですね、いやありがとうございます、ちょっとこちら座ってください、登場からすごかったね、たださん、またなんかかっこいい T シャツ着て、また奈良10、そうそう、これストリートスタイルミュージック奈良2010の T シャツです、そうです、このね、ここが、そうそう、これなんていうやつ、これ、前方公園、前方こっち前、いや、サンドさん、昨日ね、サンドさんの周りすごいファンシーになりましたね、サンドさんのおかげで、ファンシーって、まあ、シャボン玉がね、あー、はいはいはい、やっぱりそうそうそう、シャボン玉をサンドさんがずっといや、さっき言ってたし、南高のね、荒野に撒、はい、き散らすっていうね、はい、そうそう、まあ、リアルピーターパン、サンドさんですけどサンドさん、もう今日はね、はい、もうあの話いっちゃいましょうか、まあ、どうぞ、いや、だいたいね、若い時って、告白したりとか、告白されたりとか、ちょっと手紙渡したりとかして付き合うじゃないですか、はい、彼女できたりするじゃないですか、はい、サンドさん、そういう、まあ、10代の、そういうの1回通り越しまして、はい、25歳ぐらいの時って言ってました、25歳の時の
サンドさん初めての彼女、三頭身に残る初めての彼女をサンドさんの言い方ですよ、吹田の駅前で拾ったって言ってくるんですよ。それ言ってましたね。サンドさんの言い方ですけどね、これは吹田の駅前で初めての彼女を拾ったんですよね。拾いました。拾ったっていうことは落ちてたんですか。落ちてました。落ちてたんですか。落ちてました。女の子が吹田の駅前で、うん、真冬でしたっけ。真冬で真冬に落ちてたんですか。12月30日やったと思います。あ、もうめっちゃ年末じゃん。大詰めのね、年も大詰めの頃に女の子が吹田の駅前で、うん、言い方もうちょいあると思うんですけど、まあ落ちてたんですね。まあ落ちてましたね。まあ落ちてたというか拾ったというか捨てられてたというか捨てられてたというか、だからまあ一回ね、路頭に迷っていた。それサンドさんが駅前でなんて声かけたんですか、ね、最初。いや、僕から声かけたんじゃないんですけどね。あ、向こうから、うん、あと駅前というか、もうちょっと駅から帰る途中の寂しい路地やったんですけどね。路地で拾うってすごいっすね。すごいっすね。うん、まあ、まあ、けどまあ、その向こうから、うん、ちょっと寒いから、ちょっと寒い玄関先でいいから、ちょっと暖を取らせてほしい。寒いから、すいません、私を玄関先に置いてくださいって言ってきた。 それは女の子が暖を取らせてくださいって言いますか。それは僕の、なんて言うてか覚えてないけど、はい、僕的、そこは僕的表現で、だからちょっとあまりにも寒いから、ちょっと玄関でいいんで、ちょっと一晩だけちょっと、はい、いや、まあ、その時はぬくいとこに彼氏から電話かかってくるまでという条件なんですよ。彼氏と喧嘩して家飛び出してるから、そういうことですね。彼氏から電話かかってくるまで、ちょっとすいませんけど玄関貸してもらっていいですかみたいな。そういうこと。でサンドさんももちろん快諾したんですよ、そこは。いいですよ、ね、断る理由は。びっくりしたでしょ。びっくりはしました。でもそれはすごいですよね。後からその友達に話したら、大体それはつつもたせと疑うべきで入れるべきやないやろうと言われましたけど、つつもたせね。いわゆる後で怖い男の人が出てくるパターン。そうそう、はいはい、まあ、でもサンドさんもね、そうですね、何のためらいもなく純粋な気持ちで、まあ実際めちゃくちゃ寒そうやったんで、まあ、寒そうやったし、ガチガチ言っとったんで、どんな感じ、えいよっていうぐらいですか。どんな感じですか。気分は、まあ結構えいよ、いやいやいや、もうほんまいいですけどって感じの、かなり引いた感じだった。ああ、サンドさんもドン引き。けど、ドン引きというか、ちょっと、ビビリ。玄関っていうほどの玄関はないねんけどぐらい の, どこまでが玄関なんかも分からへんし、みたいな。それは夜やったんですか。夜です。終電で帰ってきたぐらいですね。で、その子と家へ帰ったんですよね。そうですね。で、その玄関に置くわけにもいかず、まあ一応あげまして、一応部屋に入ってもらって、うん、でどんな会話するしたんですか、それは。そうですね、そんな会話を覚えてないんですけど、まあとりあえずなんか冷えるねぐらいから入って、まあまあどとほいで、まあシャワー浴びていいですかよってから浴びさせて。マジですか。言ってきたってことですか。なんかそれは僕も順序は覚えてない。ただそのうちにシャワー浴びた、シャワー浴びたという事実はあり、ただそれがどっちがさっきやってか忘れた。彼氏らしき人から電話かかってきたら、うん、もう喧嘩始めちゃって、あ、まあ、電話でね、うん、もうええわ帰らへんちゅうて切って、で結局僕ん家に居残り決定ですわ。まあ普通ね、それってまあまあ電車が始発がある、まで降らしてぐらいじゃないですか、普通考えたら。そっからどれぐらいいたんでしたっけ。1,2 週間はいました。 1,2 週間、そっからサンドさんの部屋にそのままなし崩しなんですよね。そうですね。あ、ちょっと冬休みの間中言いました、つまりは玄関先からだってね、これがね、今冬休みって言いましたけど、女子高生やったんですよね。そうですね。18歳の高3の女子高生を吹田の駅の近くで、ということは正月またぎってことですよね。そういうことですね。年またぎ。すごいな。もうずっと一緒に過ごしたんですよね、その2週間ぐらいは。すごいな。でサンドさんもそれは例えばその
最初はね、まあちょっと向こうもいろいろ事情があって、まあ、もうお返しあるけど、まあ始発でも帰らんと。でその次の日またおるっていうのが一番、帰ったらおらんちゃうかなと僕は思ってたけど、あ、タノさんもなんかアルバイトかなんか仕事とか、そうそうそう、用事があって家出て行って、うん、でも、もうそれ31ですよね、なんか大晦日、大晦日はね、まあライブもあったんでしょう、はい、うん、ライブもありました。ライブになんか連れて行ったら、うん、友達はドン引きしたとか、うん、あ、ライブに連れて行ったの、連れて行きました、うん、で、また一緒に帰ってですね。で、そのすごいね、それはそのちょっと踏みたこと聞きますけど、何日目でキスしたんですか？キスは初日でしました。初日、今どれが初日、どれを拾った、そのどこまでが初日、その拾った、その拾って表現がもうその拾いました。で、まあ、朝の5時始発の時間ありますと。まあそうですね、その朝始発が来る時間っていうか、まあ日が出るまでにもうキスは終えてたってことですか？そうですね、あの彼氏と喧嘩して電話切った後からもうすでにこっちに対してラブラブやったんで、ほんまっすか、すごいっすね。これ大丈夫ですか？で、サンドさんも、サンドさんもあのサンドさんは どうやったんですか？そのこの子結構かわいいな、戸惑ったままでした。そんな正直そんなその時そんなに好みの子やったか思ってもいなかったんで、思ってない最初はね、やっぱり。じゃあでもファーストキス奪われたんですね、最初。奪われましたね。どんな顔してたらいいかわからん話ですね、これは。いや、けどね、まあ、1、2週、まあ、2週間ぐらい過ごして、まあ、人となりもわかるじゃないですか、その一緒に暮らせば。で、その最初 あの出会いはなかなかあの斬新なわけですけども、まあ、一緒に2週間ぐらい暮らすと、まあ、いいとこも分かってきて、ちょっと悪いところも分かったりして。で、そういうのも、もうすぐ乗り越えて、乗り越えてはいなかったですね。やっぱその、なんかありました、やっぱ2週間の間でもう早くもその、喧嘩とかしたり。そうですね、あの突然あのすごく細かいことでわーっと怒り出したりとかすることが出てきましたね。まあ細かい、例えばその、うん、例えば便座を上げるや上げへんやらってことですか？細かジュースを買って金額の話ですけど、ジュースを買って お釣り取って、お残ってへんかなってもう一回入れたら、おうおうおう、耳ちぃってめっちゃ怒られました。いやそれはやりますよね。でもやるよね、やるやる、全然やるけど、まあそういうの、まあそういう細かいところもめて、男らしくないと散々罵られました。それが初めて怒られた日ですね。それだってまあ知り合って3日目ぐらいですか？もうちょっと、まあそんなもんかな、3日目4日目もうちょっとだけど、ね、三藤さんもちょっと お前ここはあかんやろみたいなとこ、三藤さんが怒るパターンもあるんですか？それはその意見する的に言うんでやって、怒るわけじゃないんですけどね。まあ、君はもうちょっとこういう風な勢いでこういう風な進路を持ってこういう風な物事の物事のカテゴリーの中ではみたいなこと言うんですか？そんな難しいことが。サンドさん、サンドさんが怒ることないですもんね、あんまり。そうですね。怒ってるとこって、まあ、もうこの年だったら誰もね。僕、まあでもあのテレビゲームとかするとよう怒りますよ。あ、テレビゲームに対してってことですね。なんでやねんとこう。あ、画面小突きで出しますよ。それはそれで何とかしてほしいですけど、まあ、けどまあその2週間ぐらい暮らしまして、けどまあその高校生ですから、やっぱりその家ずっと出てるわけにはいかんっていうところで帰ったんでしたっけ？帰りました。帰って そっからもお付き合いはしばらくいなくなって、またあの、うん、次の休みで来た時にはだいぶなんかこう雰囲気変わってた気がしますね。あ、そう、まだ18ぐらいですからね。まあ、ということは、まあしばらくは姿を消して、まあ、高校卒業したんでしょうね。高校卒業して、その春休みぐらいにまた戻ってきたんですか？春休みというか。まあ、あのその後はあの短大生になったんで、お、大学に住んでるお姉さんの家に住み始めたから、はいはい、うん、僕がなんかちょくちょく呼び出された自転車でわーっ
とこう、花店まで。花店、うん、おぉ、学研都市線ですね。淀川区から花店までわーっと自転車で行くとか、夜中の2時ぐらい、1時ぐらいに電話かかってきてわーっと自転車で行くみたいな。サンさん結構尽くす方のあれなんですか、意外と。こうし、なんか言われたら断らないタイプではあるんで、あ、うん、行ってしまうみたいな。行きましたね、まあ。すごいですね、サンさん。で、まあそれでどれ、結局どれぐらい付き合ったんですか、その彼女とは。まあ結局あの完全に別れるまでは4年か5年ぐらいありましたかね。あ、まあちょっと付き合ってまた別れる時期もあって、まだ彼女が姿を消す時期もあったりして、姿を消すというのはなかったですけど、まあそれなりに距離がある時期、距離をつく、あ、結局その短大卒業して就職とかもあるじゃないですか、その、そうですね、なんか、あ、でもそうか、就職、うん、あ、そうやな、うんうん、なんかフリーターやってたな、その頃は。短大卒業してる頃はまだ、うん、フリーターやってましたね、レジとか。いやけどそれがまあその、まあ、初のね、サントさんの初恋というか、初、まあ、初恋、まあそうですね、まあ、初彼女ですね、まあ、ね、まあそのすごいあれですね、鮮烈なデビューですね。鮮烈でしたね。逆算で計算してますよね、なんかその普通そのだんだんそういう風になることってあるじゃないですか。そうですね、だんだん大人になったら最終ね、なんかそういう知り合い方もあるかもわかんないですけど、最初からそういうね、いきなりね、いきなりの感じから来て、すごいですね。まあ、まあまあでもまあ綺麗な人なんですよね、なんか。そうですね、サンドさんね、サンドさん言うには、まあっていうことがあって、で、はい、でまたこれ、まあ、これは次回、はい、また、まあ、機会があれば話したいこともあるんですけど、はい、まあ、次の彼女っていうか、次の次か分かんないですけど、はい、ネット上だけで付き合うっていう、そうですね、パターンもあるんです。ちゃんと会いに行きましたけどね。あ、最終会いに行って。最終というか、あの結構あのチャットで付き合うってやつですね。チャットで知り合いつつ、そのどんどん盛り上がって会いに行こうと。多分じゃあそれまた今度次週持ち越しましょうか。いや、サンドさんでもまあ要するにスペースシャトルってことですね。そう、打ち上げられるなんか普通のことしてないです。普通でもすっぽ抜けてますね、ま、確かに。そうですね。いや、その本当に僕らにはわからない無重力の世界をね、今日もお届けしてもらいましたけども。いや、でも昨日はね、トランペットありがとうございます ね、一緒にライブしてて、どういう、いやあのね、僕とサンドさんね、合うんですよね、そのライブなんかね、なんていうかね、その今こうしたいみたいな、今盛り上げたいみたいなとこに、サンドさんね、すぐ感が鋭いので、すぐね反応してくれるんですよね。この間もそうやったんですよ、こんな感じだったんですよ。そうだから、本当に例えばトラベルの時とかでも、はい、これお、まあ、わからないですよ、僕の見てる感じで言うと、お見合いする一瞬ってあるじゃないですか、はい、これ誰が今このステージを盛り上げんでみたいな、はい、とこ、そのすぐこう、キミオ君の、あの感じを見て自分で盛り上げたりするじゃないですか。だからそれね、ボーカルの人にとってすごいやりやすいトランペットの人なんですよ。だからね、僕も合うんですよ、担当さんと、はい、だからなんかね、ただそのライブの時間以外の時間が、はい、はあんまり合わないんですけど、ちょっとあまりにもちょっとファンシーすぎて、サンドさんね、もう一人で海をね眺める時間とか、一人でシャボン玉を撒き散らす時間、持ってきてたってことですか、シャボン玉。いや、あの人の持ってきたやつで勝手にこう見してって感じで使わせてもらったんですけど、うん、ただ昨日サンドさんが買ったカレーをちょっともらったりして、はい、食べ屋一個みたいな感じはしましたけどね。そういうキャッキャしてる感じもあると。まあまあそういうとこもあるんですけど、はい、そのあれがチュリタリーあれがおもろいんでしょ、この情報ね。いやけどサンドさん、でもまあ今日もありがとうございます。昨日もありがとうございます。めっちゃ焼けてますね。でもそうなんですよ、やっぱね、真っ赤になりました。サンドさん、次回はまあそういう、まあ、チャットから始まったあの恋の話、ね、はい、またしてもらうということで、はい、サンドさんでした、ありがとう。じゃあサンド次回。
履けてもらって、まあ、スペースシャトルってことで OK じゃないですか。いやすごいですね、今日もじゃあね、もういい時間ですけども、これちょっと最後に、はい、一回まあ、はい、終わりの歌とかね、はい、やりたいんですけど、サントさん今日なんか持ってきてましたっけ、今日手ぶら、サントさん今日もじゃあやります。ハーモニカやっちゃいます。そうですね。じゃあ、最後もう一回キム君も一緒に来てもらっていいですか、うん、いやじゃあまあちょっとサントさんそこ座ってもらって、はい、キム君がギター弾いてもらって、やけど、あの C ですね、それ。キミオくん、昨日、はい、あのに日本ライブしましたっけ、うん、日本しましたね、一つソロと、はい、おとついか、あギリギリボーイズとムジカで、なんか、ギリギリボーイズとかの曲で C とかあります？あります。じゃあそれいきましょう。これじゃあ、まあ、アニメーションの曲っていうことですね、はい、いわゆる何の曲、なんていう曲、イルミネーションという曲。いや、イルミネーション、はい、難しい。
全然あの4度4